皆さんお疲れ様です。皆さんお疲れ様です。今回は、セイムビートという公式のインターネット大会に参戦した模様をお送りします。お送りしちゃいましょう。この大会はシングルバトルで行われ、特殊なルールとして、同じポケモンが使用可能、さらに同じ道具を持たせることができると、フレンド戦のような戦い方が可能なわけです。エースバーン6匹で、全員気合の助け持ちとかもできるんだね。その通りですね。強いポケモン、有用な持ち物を重複させればかなり強いパーティーとなるでしょう。じゃあ、せめてフグーパならファイヤーを何匹か連れていけば、と思う方もいるでしょうが、使用可能なポケモンは、剣盾に登場する図鑑に記載されたポケモンかつ、伝説のポケモンを除いたポケモンとなっているのです。ということは、サンダーやブリザボス、ウルトラビーストなんかも使えないんだね。そういうことですね。あと宝炎、アローラ御三家も使えないです。じゃあ、ファイヤーを使えなくても、フライボンとかで結構戦えるんじゃないかな。確かに、フグーパでそこそこ戦えそうですが、せっかくポケモンの重複が OK なルールですから、当然こうするでしょ。どうして、せっかく勝てそうなルールなのに。相棒を6匹使い、なおかつ勝っていく。これがポケモントレーナーとエンターテイメントの両立というものです。もう、レートが1300台になっても知らないからね。まあ、みんなふざけたパーティーで潜るだろうし、意外と勝てるんじゃないですかね。動けん。いやあ、今回は運が悪かったですね。ブースターなんかを6匹使う宿命でしょ。さて、ここまで4戦戦って、なんだかんだで2勝2敗です。おお、意外といい勝負してるじゃん。って言いたいけど、対戦が不慣れな人にたまたま勝ってるだけだよね。意外と皆さんちゃんと普通のパーティーなので、戦ったらまあ勝てないですからね。普通じゃないパーティーってどういうパーティー？普通じゃないパーティーだー。そうそう、セイムビートはこういうパーティーでいいんですよ。ガラルサニーゴへの愛を感じるね。と言っても間違いなく原種よりも強いガラルサニーを、油断はできませんね。自分はサンダー対策とか言って原種サニーを使ってたくせに。さて、ここの選出ですが、やはり怖いのは力を吸い取るなので、警戒していきたいですね。じゃあこだわりメガネでシャドーボール搭載のブースターは確定だね。そうですね、そして今回の隠し玉、気合ダメピントレンズブースターも起用していきましょう。なるほど、確定急所攻撃なら、攻撃ランクが下がっても火力が落ちないね。その通り、そこにあくびを搭載したブースターで起点を作れば、よく立ち回れるはずです。どうせサニーも遅いし、起点型は HB 振りの方がいいよね。それに気づいたのが選出時間ギリギリだったので、助け型を選んじゃいましたね。センスないね。まあまあ、とりあえず対戦開始。当たり前だけど相手の先発はサニーゴだね。お互い単一ポケモン縛りなので、景色はずっとこのままです。まあ、とりあえずあくびしておきますか。ラムとかカゴも気はいなさそうだよね。ド忘れですか。物理型が主流なブースター相手にド忘れを積んでくるんだね。特殊型を呼んできたんですかね。いや、多分 HB 特化の奇跡型だから、ブースターごとき受けられるって判断したのかな。ああ、ありそうですね。でも交代してきましたね。そしてまたガラルサミーを。性別が同じだとダメージ量でしか見分けがつきませんね。セイムビートガチ勢ってそういう駆け引きもしてるのかな。ガチ勢は6匹統一しないでしょ。うわ、そして呪われボディ引いちゃいましたか。確率 30% なのに、相変わらず運悪いね。ここはあくびでいいですけど、次はどうしますかね。でも相手は交代してこないし、気合ダメチャンスかもね。ナイトヘッドですか。今回連れてきたブースター、全員 HP が141だから、ナイトヘッド9回撃たれたら全滅だね。縁起の悪い換算ですね。ということで眠ってから交代すべくあくび連打で、日和ましたな。相手は力吸いだったし、交代し毒の場面だったのに。まあまあ、相手が2ターン以上眠ってくれればいいんですよ。次、やっぱり気合ダメ型に交代する？いや、よく考えれば気合ダメ型は通る技が微妙なので、ここはメガネ型で攻めていきますかね。シャドーボールあるし、こっちのメガネ型でも悪くないね。確定2発なら上出来です。こっちは控えめでメガネ持ちだしね。よし、いいダメージですね。すごい、特防ダウンも引くなんて。しかも最速起きしないし、欲張りセットだ。
さっきマヒバグしまくったので当然ですね。さて、これでまずは一匹突破です。特防下がってるから確実に倒せるね。そういえばこれメガネ型ってバレるんですかね。特殊ブースターのダメージ感覚ある人なんかそういないだろうし大丈夫じゃない。それもそうですね。私もわからないし。わかってなきゃダメなんだけどね。まあまあ、勝てればいいんですよ、勝てれば。まあ、シャドウボールでこのサニーゴも倒せそうだよね。あれ、こいつは結構柔らか。ミラーコートバタだ。なるほど、わざわざガラルサニーゴでやらなくていい方ですね。6匹となるとこういう気候種もいるんだね。そしてこっちも代わりだね。気合ダメブースターだね。そうなのですが、多分相手の持ち物が気合のたすきなのと、力を吸い取るで全回復される可能性を考えると、ここは気合ダメせず普通に倒した方がいいですね。そっか、せっかくの確定急所型なのにね。まあまあ、気をてらって変なことして負けるよりいいですからね。それ言う人がブースター6匹で戦うんだ。うわ、また呪われボディ引くのか。次のサニーゴにフレアドライブが打てなくなっちゃったよ。ここ相手ダイマックスしてきそうだし、そこに気合ダメ積むのも悠長な気がしますね。後ろのブースターも攻撃技マジカルフレームしかないしね。かといってダイマックスで殴り合っても押し勝てなさそうな気がします。これは意外と難しいところ。ここは相手のダイマックス技を耐える前提で交代して、あくびを打って退場しますかね。で、ステルスロックだったんですけど。あれ、ここに来てステロなんですね。まあしかし、ここはこちら的にはチャンスです。あくびを入れて確実に眠らせることができますからね。てか、相手のサニーを、どういう方なんだろうね。ステロマクチ戦型なら先発に来てもいいけど、オスだから先発のサニーをとは別の方だし。確かに、ちょっと謎ではありますね。あら、でもここは急所が出たね。ここの急所はナイスですね。試合を左右するかもしれません。そしてサニーゴはナイトヘッド。ちょうど相手が眠るターンで退場できたのもナイスだね。いい感じに展開できてよかったですね。そしてこちらはダイバーンで攻めます。やっぱり気合ダメはしないのね。せっかく確定急所型がハマりそうだっただけに残念ですけどね。相手もここでダイマックスですね。相互ダイマックス編集サボったでしょう。それは、ダイマックスのタイミングをいろいろ調べた結果、多分重さとか浮いているとかあんまり関係なく、単純にポケモンごとに演出タイミングが違うっぽいんですよね。あれって意外と法則性なかったんだね。もしかしたら内部データでダイマックス時の重さが決まっていて、それによってタイミングの法則が決まっているかもしれませんけどね。ダイマックスした時って重さが不明になるよね。そうなんですけど、バンギラスより重い大王道の方がタイミング早いので、強いて言えばそうなのかなと。まあつまり、タイミング合わせるの面倒ってことね。はい、そうです。そんなことを話しているうちに対戦に勝ちましたね。なるほど、二人いればこういう馬の時に便利なわけですね。悪く言えば尺稼ぎね。まあまあ、勝てたので良しとしましょう。そうしましょう。やっぱり単一6匹のパーティーに当たるのが楽しいですね。そういう6匹もあるのかー。600族が6匹じゃ、種族値で見れば惨敗だね。素早さ種族値でも負けているのがさらに痛いですね。でも炎で弱点つけるし、鋼技半減なのは幸いだね。そう見ると意外と勝負は五分五分ですかね。よくて46で不利じゃない。さて、どうなることか。相手が意地っ張り純速統一なら勝てるかもね。まあ、そううまいことにはならないので、初手からスカーフブースターで火力を押し付けていきます。気合のたすき持ちじゃないといいね。とりあえず先行、一撃で倒してくれ。君たちって前世で何してきたの？真っ当に生きてきたからこそガラルに入国できたはずですよ。きっとメッセージを見落としただけで、気合のたすきを持っていたに違いないです。きっと前世では現実逃避をしすぎたんだね。EV だった頃は特性も逃げ足ですしね。で、どうすんの、これ。とりあえず相手が最速だったら全滅確定ですね。2ターン目からお祈りゲーになっちゃうんだ。ほら、なんとかなりましたね。よかった、とりあえず全滅は回避だね。この試合、まだわかりませんよ。ほう、ダイマックスですか、強気ですね。でもこっちはあくび選んでるから悪くないよ。ここであくびを決めれば、相手はダイマックスを下げるか眠るしかないからチャンスだね。このメタグロスも最速ではないようなので、後続の毒毒玉ブースターで先行できますしね。ここの攻撃も気合のたすきで耐えるし、初手で乱数引けなかったけど、これは本当に価値あるかもね。
メタグロスにラムとかカゴの実持たせること少ないと思うので、ここは確実に眠ると思いますね。このブースターは最後にマジカルフレーム打って退場してもらいましょう。あ、ちょっと、持ち物弱点保険だったんだけど。大丈夫です、どうせ眠るので。第3弾安全。これ眠らなくない？これ眠らないですね。でも、次のブースターで先行してダイバーンで倒せば。多分無理ですね。最速じゃない弱点保険型なら、おそらく耐久ぶりだと思います。今ダイマックスしているメタグロスは、通常時よりも HP がかなり多いので、さっきフレアドライブで通常時のメタグロスを倒しきれなかったことから、ダイバーンで倒せない可能性が高いです。なるほど、それは困ったね。しかし、幸運にも相手のダイマックスは残り1ターン。ここで穴を掘るを選べば、相手のダイマックス技をかわしつつ、毒毒玉で特性根性が発動。攻撃が 1.5 倍となった効果抜群の穴を掘るなら、ダイマックスが溶けたメタグロスを倒せるかもしれません。なるほど、それは名案だね。もうこの手しかありません。頼んだぞ、ブースター。ダイバーダウン、先行しろ。さて、穴を掘るっぽいモーションのダイアースもこれでは当たりませんね。ブースターも毒毒玉発動で攻撃が 1.5 倍だよ。そしてメタグロスはダイマックスが終了、HP が元に戻りましたね。さあブースター、こいつを倒せば勝利が目の前だ。いけなるほど、これが不遇で GO なのね。そうです、折れないように頑張ってくださいね。